一。いちおかみ。まもなく、ゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。 テンプで用意してるお互い GO! 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした四番のプレイヤーは発言してくださいうーん、OK! おはようございます。進行論、いつも言ってるんですけどえー、っと単体精査をしていきましょう ライン考察をし始めると、ライン、えっとね、まぁ、あ、ライン切りとかいくらでもできるんで、不毛なんで、まあ、特に最初の方はね、やめた方がいいかと思っております。私自身もしっかり単体制させていこうと思います。かな。あと、まあそうだな、22になった場合は、え能、ー、の、えぇ、ー、セーサーいや、例のサーよりは、 グレーセーサーの方が優先した方がいいね。グレーセーサーとか占いセーサー優先で。まあ時間が余ったら例の操作、例のセーサーくらいでいいと思っております。以上です。5番のプレイヤーは。ピナッツサンセットにてください。はい、例のス、例のス。メさんに関して言うなら、まあなんか何でも言えそうだなっていう印象ですね。うんとね。なんだろう。単体セーサーってどうやって言っていいのかちょっとあんまよくわかんないですけど。なんだろう。 どっちかというと、LINE 考察しちゃいたいなーなんて思ってます。そんぐらいっすね。占い精査頑張ります。6番のプレイヤーは発言してください。さいはい。えー、っと、5に関してはまだわかんないけど、って感じかな。4番さんに関して単体精査。まあ、LINE 切り替えでもできるかなーって話で、まあ、それはそうだけど、うん。まあ、LINE ってのも情報だから、まあ、見ていいんじゃないかなって思ってます。で、う、え、ん、ー、とね、 あんまり4番さんみたいに盤面想定の話はしないでほしいかなって思う。人外がなんかそれ見て出てきやすいような気がします。え、そうだな。まあ4語に関しては確実に2種目かなと思ってるんで、えっと、占い師に関しては、もし対抗が出てきたとしたら、ガンガンになんだろうな。対抗の2種目だけじゃなくてグレー精査めっちゃしてほしいなって思ってる。なんでグレーの人はみんな占い精査、 頑張っていくんで、まあそこを見ながらグレーセーサーしっかりしてほしいかなと思ってます。最高の2戦目上げる必要そんなにないかなと思ってるんで、はい、お願いします。7番、のプレイヤーは発言してください。さいなんか6が盤面想定の話をしないでと言っていたけれども、このゲームにおいて盤面想定の話をしなければ確実に色落ちはしないと思っているので、6の言ってる意味がわからなかったですね。6番さんは、 じゃあどうやって人狼を探すのかっていうのをめちゃめちゃ気になるけど2週目にそれをまあ時間があれば言ってほしいかなぐらいで,ですかねまあ5が霊能っていうところでまあもう一人霊能が出たら俺は霊ロラをしようと思ってますけどね以上は発言してくださいはい8番ですえー、とりあえずグレーに触れていきます四番さん、えー、4番さんの、えー、最初の挨拶すごい印象良かったですね で、6番さんですね。占い師にグレーの精査をしてほしいっていう風に言ったんですけど、自分が特にね、4、5番さんの印象も何も言わずに、グレーの精査ができるかって言われたら多分無理だと思うんで、うん、その辺黒いなと思いましたね、えー。何も発言せずに、黒目、白目を上げさせずに、色を見せない狼かなって思ってます。占い,占い師にね、精査してほしいっていう割に自分の色を落とさないっていうのはすごい印象悪かったですね。6番さんかなり、 えー、印象悪く見てます。で、七番さんですね。うん、まあ七番さんは比較的、えー、白いですね。僕は六番さん黒目に見てたんでそこを、えー、少し叩いてたんで七、えー、番さんは白目に置いてますね。四四番さんは特に色落ちなしって感じですね。五番さんは強人で見てます。以上です。九番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。一番が白です。盤面上のだけ話をすると。うん えと4から8まで狼オカミは2潜伏歩したっていうのはあんまり考えられない合心霊のとおいた場合ねだから23に相当オカミがいると思ってます発言でまあ普通におかしいなと思ったのが8番ですね、うん、えと5番をなぜこの時点で強人って手うのかわからない視点だし67の精査も全然ピートコ来ませんでした46に関してはもう何でもないと思いますけどね 何でもないと思ってます7番の6印象悪いっていう生徒もどうでもいいと思ってますし8の発言がおかしい2、3に相方がいるのかなって現状は思ってますね以上です1番のプレイヤーは発言してください,は,ださいはいおはようございます占い師ランダムで7番さんに白7番さんの白を知っています把握してくださいマス<し>なんですけど太鼓の9番さんに関しては現状狼かなってレギュレーションでは狼で見ています でなんですけどその9番さんが8番さんに寄せた視点っていうのは9と8のライン切りだったらライン切りはあまり追えないんですけど単体で8番さんがものすごく気になっているっていうのが現状です8番さんってまず4番さんの最初の挨挨拶って <laughs> 挨拶が印象がいいって言ったんですよね まあ、そこに関しての印象がいいっていう要素は、8番さんが6番さんが何も発言しないのは色も落としたくなく、平等を変えたくない狼っていう要素と、8番さんは4番さんへの白要素と、6番さんの黒要素って類似し,類似してないですかねわかりませんか 四番さんの最初の印象がいいっていうのは8番さんは4番さんから平等を買われたくない狼で6番さんの何も発言しないのは色も落としたくない狼っていうのはこれはめっちゃくちゃ八の視点って 6A の叩ききって不当不当すぎて単体で八が現状気になってるって感じです。 しかも8番3視点で7が6を叩いたから7が比較的に白いっていう精査もちょっと自分にはあまりその視点は理解できなかったです。7には白出ていますが短大で8が気になってるってい現状です。4番さんに関しては2周目の、えー、占い精査だと思っています。グレー精査。まあ6も同様です。2>, 2番。 ね、のプレイヤーは発言してください。<れ>さいはい、私が真の占い師です。ランダムで七番さん、白です。お願いします。最高の九番さんと一番さんなんですけど、今のところ九番さん、狼、一番さん、狂人って見てますね。まあ、理由としては、一、まあ、番さんが狼で囲われて、わざわざ狂人が一番さんが、ね、狼だった。九番さん、狂人っていうのが透けるのに、わざわざ出てくるかなと思って、この後、ね、真の占い師が出てくるの分かっているのに。 だからなんか9番さんが1番さんに白を出して占い師がまだ出てないからやばい9番さん死んで1番さんに白で自分が占い師に出たらこの後新芽取れるんじゃないかなと思って出てきた狂人に見えますね1番さんはだから9番さオオカミとして考察するとまあ8番さんはないかなと思いました9番さんが8番さんに突っ込む前から8番さんのオオカミはないかなって思ってましたね 一番さんが出るまで8番さん強人かなと思ったんですよね5番さんのことなんかすぐ強人置きして何なんだろうと思って、まあ、このあと8番さんは5番さん強人って言い切ったんで霊能とかで出てきたら九一狼ってことになるんですごいめちゃくちゃリアケースだなっていうふうになるんですけど今のところ8番さんの狼は追ってないです別に6番さんの指摘も普通に良かったかなって思うので8番さんは白を聞かない今のんところ そうだな6四に関しては本当に2周目かなって思う8番さんが6番さんに突っ込むのはわかるけど私は別に6番さんのことそんな気にならなかったけどまあ進行論の違いかなという感じただ8番さんに言ってることもただわかるかなという感じなんで、まあ、8番さんは白くて6番さんはわかんないまだ私は気にならなかったかなって感じですね4番さんに関しても2周目かなって思うので ま、9番さん狼に1番さん強人でしょうね、確実に。あ、カリウド出てきてほしいです。3、4になったんで。今日は9番さんからいって三3番のプレイヤーは発言してください。さいなんかそろそろ占い師が出て,出てきましたね。内訳はちょっとまだわかんないっすね。ちょっと頭が回ってないっすね。えっと、1番が人道だったら出てこないのかないや、出てくんのかな ?1 番が人道だったら、 9番が標準で2番がんで1番がんだったらちょっとわかんないな9番が神王だった場合っていうのはあの残り3人の中に占い師がいることがわかっているわけだからそこに白打ったら占い師に白が刺さる可能性が高いっていうのがわかるわけだから後半一に白を刺すのはなかなか難しいんじゃないかって思うんですよねいやちょっとわかんないんで2周目考えますわ4番のプレイヤーは発言してください えー、さんまさんは結局分かんないが結論。うん、何も発言なかったですね。えー、っと、6番さんと私の話に関しては、まあ進行論の違いかなっていうところで、えー、7、8は6番さん過剰に叩いてたっていう印象はやっぱありますね、どうしてもね。まあ、黒いと思ったまで言い切ってるからね、8番さんは。うん。改めてどう思ったか聞きたいね。 で、えっ、ー、と、9番さん目線は、1教授2黒。1番さん目線は、あーまあ、わかんない。どう、お互いどう見てるのか、しっかり言ってほしいね。で、2番さんに関しては、えっ、ー、と、あ、言ってたか。えっ、ー、と、9黒で、1、あれか。えっ、ー、と、なんだっけな。えっ、ー、と、9番さんのさ、えっ、ー、と、2、3に相方っていう発言だけ聞こえたんだけど、えっ、ー、と、誰と、8かな 8と23に相方って言ってたかな。そこは聞こえなかったんだけど。うん、えっ、ー、と、今日は 3CO だから、えっ、ー、と、まあ、結局この後の発言次第だよね。ちょっと精査はちょっと難しいかなと思ったけど、まあ、2番3、まあ、3CO になったのが2番さんの時点だからっていうのもあるかもしれないけど、2番さんが一応新面高いかな。しっかり、えっ、ー、と、 なんだっけまあ、8の狼はないっていうのはよくわかんなかったけど、まあ、しっかり、えっと、なんだっけ ?9 狼、1位強って見る視点がよくわかったから。し、あとは、えっと、2番さんが強陣で出てくるメリットもそんなないかなと思うから、1級のどっちかでいいんじゃないかなと思ってる。まあ、芯が切れる方でいいかなって感じかな。くらいかな。うん。3番さんに関してはちょっと2周目期待って感じで、8番さ やっっっぱちょとと黒いかなと思ってる5番のプレイヤーは発言してくださいまあ安直な精査すると2番強靭ないかなと思ってるえ,えっと盤面的には全然あるけど2番の発言から1番を押してるあー9番押してんだよねだった場合でももし仮に2番強靭してだった場合って9番のオ透カつけてる状態だから、えっと、9押せないんじゃないかなっていう安直な精査で2番の興味はないかなって思ってます、うん、9番1番 だから2番は進路かなと思ってる。だからえっと別に9進も全然あるんじゃないかなと思ってるぐらいかな。9一ともに8番気になっていて2番はでもその8を擁護するっていう感じ、露骨すぎるなーっていうのはあるんですけど、わかんないなーマジで。あと、ただ8番結構気になっていて、6番になんか言ってたけど、あまあ7番に対してどうやって色付けるのってまあ確かにそれはわかるんでもないけど、えっと、8番って6番がえっと発言をしないで自分の色 落とせないから黒いって言ったけど、6番って多分何言っても色落ちないと思うけどね。<laughs> どんなこと言っても多分色は落ちないと思う。印象付けで悪いっていうのはわかるけど、まあそういう言い方が嫌いなのであれば別にいいんだけど、まあそんぐらいが引っかかったところは。1番に関しては、あ、内訳か。2番は絶対進路だと思った。91。えー、っとね、ワンチャン、1番狼9強っていうのはあるのかなと思ってる。理由としては、んとね、 1一番がオオカミだった場合って急遽を透けるから少なくともシーンの占いが兄さんどちらかにいるっていう指定になるから情報ずりの観点からえー、急遽一郎だった場合って別に出てこれるんじゃないかなって思ってるけどまあそんぐらいっすかね何かあるかな4に関しては分かんない6番のプレイヤーは発言してください,ださい5番さんが落とした,落としたい位置言ってほしかったけど いや、僕、単体の発言で言うのは2番さんが一番締めないかなと思ったけど。いや、2番さんで68はただの進行論の違いって精査で言たけど、進行論の違いがあったのは67だけですね。っていうのは僕が、盤面、えー、盤面上の話しないでくださいって言った意図は、一応7番さんに説明しておくと、22版面、えー、霊能吊り切りますって言ったら、狂人が縄経費、経費で縄使わせるために霊能使用してくるから、そういう場面嫌だから、僕言った。 ただそれだけ。ただ7に関しては別に4番さんが言うほど別に僕に対して黒塗りしてたっていう風には思わなかったかな。ただの進行論の違いでなんか雑なぐり程度に感じました。で8に関してはまあ漏れずに僕への叩きって太,太すぎるなって思った。あの僕の視点でまず色落とせないし占い師が6の色なんだろうな。 色付けできないじゃんっていうのはまあ暴論でしかないですからそんなこと言ったら4番さん5番さ35、まあ、番さんね能だったけどここも色落ちないんで僕がそんなんで白狼に白楼市にならないですねめっちゃ暴論かなって8番さんに関しては思いましたまあ3に関してはまあ2周目占い精査聞きたいかなあ普通にシンプルに情報釣りっていうのは2番さんじゃないかな2で黒落ちたら9のうってかなり上がるし うんまあ、そうなったら91どっちかが真、うん。まあ、割と9番さんの締めが高いっていう状況になるのか。いや、僕、8が白くて、6番さんに対して言ってること分かるけど、7、6、2周目っていう2番さんの精査自体が全く分かんなかったかな。6が4、5に色つけないで、白老1であるって8番さん提示してるのに、2番さんそれ分かるっつって、まだ6に関しても2周目っていう精査が分かんない。単体で言うのは2番さんが一番おかしいと思ってるけど、まあ、一応、聞く。 7番のプレイヤーは発言してください、はい、まあ普通に占いでいくなら盤面的には 1, 1か2じゃない9は1白刺さってるから結構死んだった時に盤面的には盤面的っていうか9が死んだった時にきつくなるから俺グレーでもいいと思っていて俺が村だから狩猟とか出た場合ってグレー視点って2分の2で釣れるんだよね狼が。 だから、狩人が60秒ぐらいまでに出ればグレー詰めでもいいと思ってる。<laughs> まあ、俺視点も狩人が出さえすれば3分の1だから、ね、狼が。新郎郎じゃない。新郎郎を追うんだったら確実に、あの、2か9行くべきだ。まあ、行くべきだと思ってるけど、新郎郎を追う人がいるんだ、ね。俺はあんまり追ってないけど。新郎郎を追うんだったら9か。9が1にしろ出してるから。<laughs> まあ追ってないけど。彼とかでさえすれば結構グレー視点も詰まるんじゃないまあ俺が村って、俺が狼って思うんだったら別にあれだけどっていう感じだけど。まあ出なそうなんで占い行きますって感じだけど。結構芯つっちゃう可能性高いかなと思ってるけどね。俺は。まあ発言聞いて決めますけど。 うんまあ別に現状、まあ俺1、一2、1、2からでいいと思ってて別に、あの9が俺占ってくれれば確証になるから、うんそれ、そっちの方が強いんじゃないかなって単純に思ってるけど、ね、<laughs> 俺、明るいウドじゃないし。まあ1か2のどっちかに入れようかなと思ってます。うん、まあどっちかに背なので、俺にしろ合っててるけど。 以上8番のプレイヤーは発言してください。はい、8番です。えー、そうですね。僕は今日は1か2から行きたいですね。まあ一番2戦目のとこから行きたいっていうのも本音なんですけど、えー、麗さんが言ってた、えー、急遽一1ローなら1番さんが出る可能性があるっていうのをね、僕も追ってました。うん、1>, 1番さんが占いに出た場合、その後に出た占い師が、まあ、情報釣りで、少な、ね、い,い、ね、実利になるかにか あと2番さんの発言がね、結構、あの、ヘイトを変えたくなさそうに感じたんですよね。黒市、間違ってても言ってほしいなと思いましたね。結構僕のことは白いと思った、6番さんも白いと思った、4番さんは分かりませんで、えー、全然黒市もないですし、精査も何もあまりなかったなという感じで、2番さんローもあるのかなって感じてますね。盤面的には2番さんローはないんですけど、 で、その後の4番さんの考察ですね、えー。僕は黒いと思った。2番さんは僕は白いと思った。っていうのに、2番さんが一番芯があるっていうのはね、僕的にはあまりしっくり来なかったですね。2、4もある,あるのかなって考えてます。今日の釣り値は1か2でいきたいかなって考えてますね、僕は。うん。でもまあ、えー、盤面っていうよりは、芯、え、目、ー、のない発言をしたら、そこを釣りたいかなって感じはしてますけど、現状1、2で考えてますね。で、6番さんは結構白いと思いましたね。 正直僕の一周目の発言は暴論だったんで、えー、それで叩かれて不当だと感じる、感じてるのは、まあ正直無駄だなって思いますね。で、9一番はまあ特に、あの、僕の叩きやすいところを叩いてきたなっていう感じですね。で、他にはあんまり触れずっていう感じですかね。うん、まあ、とりあえず1、2から行きたいなって思ってます。まあ、どこが真かはわからないですけど、とりあえず2戦目から釣りたいなって考えてますね。一、えー、1日で釣ったところは僕はとりあえず真切りしたいと思っています。以上です。 9番のプレイヤーは発言してください、はいは2番がわざわざ 3C4 目で使用してそこを目打ち切りする必要ないと思って67たりはあまり相方に見えてないですね8番の位置だとすれば、えー、と8番は2番の狼の可能性も追っていたがそれは口頭ではそう言うしかない位置だと思ってるので8番の狼は切れません。 まあ投票を後から変えるかもしれないっていう発言をしてるし。うつられねえか。説明がないところに投票すると。いやー、これきっちうん。あ四4番に返すと、えっ、ー、と、僕が初心を疑ったのは、まず2、3に狼がいる。二三に狼がいる。そこの相方として、まあ前半日にいるわけだけども、1周目の段階で怪しげな発言をしていたのは8番だから、まあ8番を疑ったっていうくらいですね。2番が使用した理由としては、 えと8番の相方っていうのは現状結構ある。8番が釣られて僕が c の内だった場合2か3に黒結果が落ちますよね。2番さんを占い可能性がかなり高いですよね。僕の初日の発言から8番を釣り位置としてあげて占い位置として二三を上げてるのと同義だから。だから2番は自分、えー、と狼が初日釣れるのを回避するための c o をしており、さらに、えー、と自分が占われる可能性を避けたっていう CEO でしょう。 まあ現状やっぱり2番って釣りにくい位置になっちゃうからね。ほぼほぼ無理だね。はい今日2番を釣れば相当楽だと思いますよ。えー、6七はあまり相方に見えておらず、えー、うん3四八。4番が単純に二の押し上げをしてるっていうのも普通に相方あり得るし3番はちょっとよくわからない人だなって思いました。 8番に関しては、これからの村の流れに合わせて、どこにでも投票できる発言を残しているっていうのは、割と狼はあるのかなって思ってますが、まあ、正直、この辺から狩リオうと出てくれれば、だいぶありがたかったですね。1番のプレイヤーは、発言してください。うん。2は狼だと思っています。9は今日で。2が7に白をかぶせることで、えー、まあ、強靭しそうではないなって思ったかな。ついでに言うけど、 2が7に白を打ったってことで6番さんはもうほぼお白かなって思ってて6番さん、えー、7番さんの初週の発言って6番さんはじゃあお前どうやって狼探すんだよって言って6番さんぶったたきに出たんですよね7番さんって26狼だった時に2って7に白打ってその7っていうのは6にええとためてるからそういう連携は取れていないなっ思ったから 自分視点なったら6は白かったかな。うん、あとはどうなんだろうな。単純に気になってるのは、8番さんって2番さんは盤面的に狼がない位置って2周目に言ったっていうのはどういうことって思ったね。だったら、8番さん視点で2は心境で映っているのであれば、えー、もうほぼ9が破綻なんだから、8の投票って9番になるはずなんだけど、そういう時に、 なんで12からなのとは思ったけど。<laughs> うん。まああとは4番3視点の19どっちかっていうのは5番3が提示した急遽一路を見ているのかなって単純に思ったか。そうじゃなくて。 四番差し視点で、八番さんは黒いって言ってるんだけど、二ってその八を白いって言ってて、なのに、四番差し視点で二の。仕上げするっていうのは、二四っていうのも十分あり得ると思っていて、二四見て、大神四か八、どっちか。六は一番遠い地だなって思ったから。寒さに関して、ごめんだけ、精査不能です。あなたは。まあ、二位でください。二番。のプレイヤーは。 発言してください,ださいそうですね、これ、私が釣られることによって、9番さんって破綻できるんですよね、5番さんだって見れるから、私の色、で私に白って出たら、9番さん破綻できるんでしょ、もうそれだったら、私も情報釣りでいいですよ、もう死んだけど、もう1、2ではないですね、2、9ですね、私、9番さんオオカミだと思うんで、なんか村がみんな1、2って言ってるから、多分9番さんオオカミでしょ、確実に。一番あの 私か2番さんを釣る、私あ、じゃあ1番さんか2番さんを釣るぐらいだったら9番さん釣ってほしい。9番さんで黒が出るから。だからさ、5番さんのその霊能で見れるのが1回しかないから、あの、1回も守ってもらえるけど2回目多分噛まれちゃうでしょだから普通に9番さんか、私。で、私って私に白結果が出たら9番さん破綻するから9番さんのシーンはなくなるし、それでどうかなって思うんだけど、9人のどっちか。 私、多分、9番さん、オカだと思うから、1番さんにみんな行きたいって言ってるし、1か2に。で、9番さんの相方としては、わかんない。3番さんには全く触れてない。1回も触れてないなと思った9番さん、3番さんには。だから、3番さん3かもしれないし、んいーうーん8番さんかもしれないね。8番さんのことずっと叩いてるし、8番さんなんか、私に行きたいとか言ってたしね。なんか、ここに来て。 私は9番さんが初日で8番さんをすごい叩いてるから、8番さんがまあ白っぽいっていうよりはもう9番さんの相方じゃないのかなって思っただけあと5番さんのことすごい強靭起きしてたから、8番さんが霊能なのかなとか思って、9一狼とかあるかなと思ったんだけどね。自分が狩りだからその話だ、ね、ただなんか2周目別に5番さん強靭起きしてたけど、霊能ようもなかったし、だから8番さんの狼は全然あるなって思った。うん、9八か9三じゃないかな。わかんないけど。 今日はは2か9に入れててし…し3番のプレイヤーは発言してください,ださい実は僕は狩人なんですわ。まああの新占い師のあの白先を僕に触っちゃったらもったいないんでまあ使用しときますね。わかんないな2番が人狼だったとして自重発言を飲むのかっていうのはうんまあこれで2番が人狼だって2番を釣らないっていう進行になったらめちゃくちゃ悔しいんですけど。 どうなんでしょうかね。1、2、どっちかって言ってますけど、1番釣ったとしてもなんか白しか出ないような気がするんですよね。いいぞ進化強だからって思うんですよね。1番が地のだったら、9番に関われててわざわざ出ないと思うんですよ。そうなってくると1番って全然9番のことを信用していないってことになっちゃいますからね。そうなってくると9番に失礼ですしね。どうなんでしょうかね。僕も盤面的には2番の色を見て、えっと、あれですね。2番釣って白だったら9番が発端で、 1>, 1、2が7に白だから7番が白角になるんですよね2。2番が白だったら7番が白角になるのかな。でもそうなった場合って2番が死んだったら最終日に4、6、8の3分の1のギャンブルを迫られることになるんで2番が死んだったら厳しいかなって思いますね、どっちにしろ。どうしましょう。とりあえず、まあ、自分が入れたいと思うところに入れたらいいんじゃないですか。はい、投票を始めてくださいい 法人なら。二番。のプレイヤーが選ばれました。二番。のプレイヤーは。発言してください。いや、ごめんなさい。本当に熱、ね、心なんだけど、まあ、これで九番さんが破綻できるから。多分九番さん絶対狼だと思うんだよね。 みんな9番さん行きたいっていう人があんまいなかったから9番さんがオオカミだと思う1番さんがオオカミで出てくるっていうのはないと思うんだよねあと9一の考察聞いてても一番さんってあんまり生存欲もなかったしどこがご主人様か分かってないような気がした一番さんだから9番さんオオカミだと思うんだよまあだからあの5番さん私に白が出る出るからね絶対もう9番さん次100%釣ってその後一番さん釣ったら大丈夫ありがてえ うわ、どこだろう ?9 番さんの相方。だから9番さんの相方を探せばいいと思うんだよね。9番さんの相方、どこだろう難しい。8番さん。<laughs> ごめん、占い結構落とせないからさ。ごめんなさい。ほんと、シンなのに。ありがてえなー。8番さんかな ?8 番さん。8番さんかなでも8番さんね、9番さんに入れてんだよね。これライン切りなのかな私の考察聞いて、私のこと死んで見てくれたから、9番さん言ってくれたのかわかんないけど。 4番さんは白いかなって思うんだけどね。なんか私のこと死んで見てくれてたしね、4番さん。ちょろいな、2番さん <laughs>、はあ、わかんない。わかんない、わかんない。6番さんの情報釣りっていうのもわかるし、私を釣り、ね、情報釣るっていうのも。前も白く見て,くれてたなの。一個前の動画で。9番さんの相方は8かな。8だと思う。うん、64じゃないと思う。8。だからもう91釣って8釣ったら大丈夫と思うんだけど。 一番さんの占い結果、絶対信じなくて大丈夫だから、五番さん、もう、あの、頑張って、本当に。頑張ってください。九番さん、絶対狼だと思うから。夜が来ました目を閉じてください人狼はごめんなさい。あのー、めっちゃ履歴してるわ。人,人を殺してください。やい,いやいやいや、全然,全然全然。頑張りましょう、こっから。まあ、二番さん、釣られてくれてる、ねえっと。どうします どうしたらいいですか。四に黒でライン消すか。いやでも四裏のエフ自然じゃないですか。<分>普通に順当なところ。あでも<化>そっか四まあ任せます。なるほどです。そっかでも二四ローラー言ってたのか一番さんは。

4番のプレイヤーは発言してください結果は西白村人ちょっと待って。ちょっと待って。村人どうえつかさ2番さんはどういう意図で釣られに行ったんだろうな ?3CO 番目になったらさ釣られに行くのって狂人だよね狂人でもさ狂人だったらさ に、仮に2番さんが強人だとしたら、あ、でも旧、九九黒、九黒、あ、全然あるか。強人って見ていいのかなちょっとよ,よくわかんなくなっいいや。で、えっと、ごめん、えっと、8白。8白で村人まあ、えー、ちょっと待ってよ。 <laughs> えーっと普通に釣り行くスライドいやもう意味分かんないなだ釣9るか普通にローラ続行でで待てよってなるとえっと2が2世だったらえっ9黒じゃね りで1番32強だったらちょっとごめんねちょっと待って2黒だったら1番3え61番3だったら,だから6黒角になるのかそうなると自分視点6なうーん8番3怪信いんでちょっとごめんちょっと整理できんかったけどまあロラそこで9釣りでいいと思う 5番のプレイヤーは発言してください, 1> してださい一1進視点だったら結構4黒って感じになるんじゃないかなけどとりあえず9からいくんですけどえっ、ー、と2番強人なんかなまあちょっとつられにいった感はあるけど意味なくないだって仮にじゃあ9狼一1進2強とかの打ち上げだった場合って何がしたいか分からんじゃんね。だ <laughs> から二番2番の視点ね。クソ大公 例えばと例えばの話だと思うんだけど9一狼オカミとかおってだった場合ってさ9番が1白打ってんだからさえー、っと例えば1番から釣り入った場合もう最悪だよ1釣って9釣って終わりだよ絶対ないでしょ 100%9 から釣らないといけないんだようんでてどこすかで、ね、1番の投票記今気づいたあーマジ分からんすわ ただ、えっと、8の4の指摘は結構、おーって思ったけどね。まあ、そんぐらいかな。はっ、わからん。あるかな。あ、7番の発言って結構好きだったかな。まあ、白、白いのかどうか知らないけど、えー、っと、7番視点で狩り出しのグレー詰め進行って結構、7視点って好きすんじゃないかなと思ってるから。<れ>うわからん。<laughs> なんか、 日清なのかなとかちょっと思っちゃってんだけど、わからんすわ。6番のプレイヤーは発言してください。さいそう、絶対僕1ずれしかないと思うんだけど。1ずれしかないと思うんだけど。<noise> だって1残して9落として4日狼だった時って5番さん落とされた時って7か8に強靭いただいて PPA 起きるよ。いや、昨日時点では3四用番面で まあ2番さんが地釣り飲んでるし2番さんがなんかね僕新郎々かなと思った新郎々かなと思ったっていうのを2番さんがなんか地釣り飲んでなんかずっと破綻する破綻するって言ってるのが僕2番さんで黒結果落として9番さんを何だろう新賞上げさせたいのかなと思って僕2級狼かなっていうふうに思ったけど結果的に9番さんスライドして2番さんがまあ。 しろってことはまあ絶対に1番さん落とすべきっていうか4番さんの視点が一番おかしいかなっても2番んのこと強靭だったらあの場面出る必要ないって言ってね2番んの興味キャンセルしたのに昨日の発言から何も拾わずに2番さんの強靭っていうなんだろうなそこのなんだろう2番ん2番ん1番さんに対する精算なしに9番さんって9番さんがスライド降りたからってその理論が分かんないな。 仮に一番3進ん,んだった場合って7八に白結構落ちてるから、じゃあ9が黒だとしたら4か6どっちかが狼って言われてるようなもんだよ。4番3って僕から狼要素を拾ってないんだとしたら、割と一番んの2戦目っていうのは上がるかなって思うんだけど、4番3がそこまで考えないのが、僕4番3結構狼に見えたかな。僕9じゃなくて1でいいと思ってる。今日は1でいいと思ってる。そうだな。一応9が降りた理由も聞きたいけど、 いや、2が死んで、残念シっていう可能性もあるんだよ。自分で白結果を落とさないと、9番さん破綻させてるっていうこと、なんだろうな。証明できない。何も2番さんが考察の場所に残念シもあるかなって思う。1が死んだった場合っていうのは、まあ僕視点4級狼になるけど、だとしても釣られてほしい。だとしても釣られてほしい。1番3視の二陣路一聞きたいかな。今日は1落とすよ、絶対。7番。 のプレイヤーは発言してください。さい今日四六のラン、四六のラン。四 <laughs> 六の,のランでえっ、ー、と九がどっち入れんの、四と六。四と六のどっちに入れるんでしょうね、九番三は。一番す一番視点っていうのは四六のどっちかにいるから。二の線切り進行であと九が。 スライドするってことは 2, 2の二のンを切ってるってことだから9番3っていうのは1の芯を見てるっていうことだよね昨日の時点でスライドしないってことは9は2の芯切り進行で今日ムラスラしてるっていうことだから9は、えー、と1シン進行で46のどっちかに確実に入れてください俺も4か6のどっちかに入れるまあ1に合わせようかななんで降りたんだ9は <laughs> 以上8番のプレイヤーは 発言してください。九、えー、がそのまま釣られればよかったよ。えー、八番です。えー、とりあえず七番さんやべえと思ってる。えー、二番さん、今日追ってる人がいるんですけど、二番さん、今日はまずないでしょう。二番さん、今日だとして、昨日九番さんを押してるんですよ。九番さん、二番さん視点、今日視点破綻してる。ローを追及してる感じになりますよね。二番さん、今日はまず追ってないですし、二番さん白なんで、えー、ローもないでしょう。ないですよね。二番さん死にしかない。今日、とりあえず九。今日は九行って、明日の位の占い先見て、まあ、とりあえず位置取ってって感じですね。 えで、2番さん、今日う追ってるのが4番さんですかね、ちょっとよくその視点が分からなかったですね、今日は9ずりしかないと思ってます、とりあえず。うん昨日の発言で、えー、2番さんがすごい地釣りを飲んでたっていうところがあって、まあ、うん、これ、ろうもないのかなと思って、えー、死んだと思って9番さんに入れました。そうですね、2番さんがあの時点で出てくるのってすごい。 出られる可能性が高いんですよね。もし「ローなら出たくはないと思うんですけどそれが、えー、ないっていう村の思考から2が出てきたのかなと思ったんですけどもう地図り発言までしてたんでこれ「ロう」ないのかなと思って9番さんに入れました今日は9番さん、明日は1番さんで行こうと思ってますで、まあ、考察的にはやっぱり4番さんの考察がよく分からなかったんで4番さん黒目で見てますねで今日は今日の1番さんの僕の8白は、まあ、特に意味ないと思ってますね え2番、三振で9、1が、信どえ、ちゃえ、教老か、どっちが,ど,っちがどうなのかわからないですけど、この2人は両方釣り切りたいと思ってます。えー、あと、グレーの清掃は最終日って感じですね。今日は9番3からいきます。9番のプレイヤーは発言してください,、はい。6番に返すけれども、僕が降りた理由っていうのは、僕が占い師じゃないからですよ。僕が村人だからスライドしたんです。 占いを語った理由なら喋れますよ。占いを語った理由としては、レギュレーション上ほぼオオカミが占い師に出る確率が高い、えーと。僕は占い師から釣るのが初日、えーと、霊媒が確定してる場合ね、占い師から釣るのが一番勝率が高いと思ってる。仮に新占いを釣ったとしても、その後残った占いをローラーすれば1黒落ちるから、それが一番勝率高いと思ってる。初日黒釣れれば一番強いし。 ただ僕がそれを初日発言したところで占い釣りに初日持っていくことはできないから僕が占いを語りました。8番の精査が相当おかしいと思ってますね。まあ、僕は1番がオオカミだと思ってますが2番の狂人って村目線切れないからね。2番がいいから、えー、と2番視点で、えー、と9番オオカミになったからといって、えー、と2番がいくら9番を釣りをしても僕なんか初日釣れるわけないんだから。 ほぼ八一だと思ってる。八番視点二番に投票したかったが。<laughs> えっと、二番に投票が集まらないで。い,いイオン今日、今日で見てんの。8番は若干狼だから、考え方がずれているって思ってますね。はい。六番さん納得いただけましたか。ほぼ八一の狼だと思ってる、一番から投票します。一番。のプレイヤーは。発言してください。うん、ありえません。 ありえません今日は絶対に9行ってください。で、自分が4と6どっちかを占えば終わります。9のオカミを確定、9がオカミ確定した時点で、あまりラインセ査サっていうのは2オカミとして追っていたんで、ちょっとまあ、最初からやり直さないといけないと思っていますが、あの8番さんは白なんです。村に言います。8番さんは白かったですよね、今回は。今回は。まず、 9番の発言あんまな、もう、狂気しまくってたからな。そんな、そんなメモってないっていうのが正直なとこなんだよな。占えばわかるかな。で、4と6だったら、もう圧倒的4です。4番さんの黒良さ、今日4番さん釣りでもいいです。その後9で終わると思ってるんで、ダメですかそれか、それか、まあ9いって、 自分がかまれなければ、4番さんと6番さんの占い結果を提示するんで、それで、どっちかで。まあ、東洋が合わせやすいんだったら、合わせやすったら、絶対に9言ってください。6番さんに関しては、今日に限って9番さんのスライドを残して、1に行かないとまずいって言って、自分東洋に6番さんは言ってるところがクソクサかったですね。6視点で9番さんがえ村人だった時に、九が村だった時に、 このムーブをする利点ってありますか ?9 番さんは破綻,破綻したから村人仕様で逃げてるだけです。4番さんあなたに関しては6のえ来る要素が拾えていないんであれば誰かも言ってた通り自分が偽になってその相方は8になるんです。これも視点が漏れてるから4と6どっちもくせえと思いました、ね。占わせてください。 ありえんオラじゃないべ9番のプレイヤーが選ばれましたで一応9番のプレイヤーは 発言してください。うん、ちょ、まあ、ちょっと考えれば、どこに投票するべきかわかると思うんですけどね。うん、七番の発言って相当強靭くさいっていうのはわからないですかね。七番が強靭だった場合に、一が進路になりますよね。二番つって、村人つったら負けなんですよね。 いやー、どこに投票すればかんいいか考えれば分かるべきだったと思うんですけどね。まあ、ほぼ8一狼だと思ってます。5番かまれて負けかなーって思いますね。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。うん、人狼は人を殺してください。4万3どっちがやりやすいですか行くのか。4城の方がえ。 ややりやすいかなあ,あ、了解です。頑張りましょう。4からだった時に1の、あー、やらんでいいか。1> 1 1まあ4、4も差がいいですよね。了解です。じゃあ、めっちゃパッション出すんで、うるさい思わないで。<laughs> 声似てる？嘘？僕の子が僕の方が低くないアメリカだに似てんのかどっちが喋ってんのか分かんない朝が来ました昨夜死んだのは5番6番 のプレイヤーはやっぱりピピあのも多分8が村だと思うから言うけど一番さんの有利音ってめっちゃおかしい9がオオカミだとしてじゃあ2番さん落として破綻するか降りたって言ってるけど九番さんオオカミだとして2番さん落として破綻するの分かったら1が見く絶対1が見くだって5が霊のって五の霊の覚えてめっちゃ透けてるから絶対1が見く,絶対1神行くだからその理論で九9黒ない。 いや、1行くしかなかったって。7が絶対狂人だって。だって7視点で西路が落ちてるから1が狼って見えてるから1番さんに追跡任したんだって。あの、ごめん、もうこれ PP でさすがに。え、救急ある ?7 村 ?7 村あの、今日こそ1落とししかないよ。多分、PP 宣言しないってこと7村なの僕、狂人しか見えなかったんだけど。てか47、478、478全員人外志向だったんだけど。 1視点僕黒しかないってことだから、まあ、1が2世ってのは明確に分かったし、いや僕14じゃないかなって思うけどな。違うかな。急で今日落してたらいいけど、強人で降りんのかな。いや僕、多分14だと思うけどな。4視点でだって昨日の時点で2番さん強人だったら絶対出てこないって言ってて、 で、5番さんが2白結果落ちてて、2番さん真って思考にならなかったのがおかしいと思ってる。いや、21単体精査した上で言うのはわかるけど、そこなしに9番さんずりってめっちゃおかしいと思う。普通に考えて9番が狼で降りるって考えないでしょ。だって9が狼だとしたら1噛むもん、絶対に。2で白結果落ちて破綻するの分かってるんだとしたら。7が教授じゃないことを願うけど。いや、1落とししかないよ。 やばいと思う、マジで昨日一行かなかったのがやばいと思う7番、のプレイヤーは発言してください,ださいはい、6つります。オリです、6つります8番、のプレイヤーは発言してくださいそうだったんですね、すみません、PP ですね、お疲れ様です 1>, 1番、のプレイヤーは発言してくださいいや、だから6が狼なんだって うん、あの6番さんってパッション出してるんですけどあの6番さんの黒要素って6番さんの白要素って逆にあの8番さんマジでさあ,の <laughs> あなたがなんか最初に最初週の発言めっちゃおかしい発言したから占い縄を無駄にしてるからマジで聞いてくれ今回はあの96狼だって6番っておかしすぎるんですよ 例えば6番さん視点で自分が偽になった時き、偽になった時ね2が真ってことになるんですけど2番さんって実利飲んでるんですよ。これまずありえなくて2番さん強心9番狼なんですけどその時6番さんってあの6番さんが1投票っていうのがあもうこれ絶対狼だなって思った6級狼のこの投票の人外票です。う なん伝えればいいかなじゃあ六視点で6視点で9番さんが村だった時のケアっていらないですね。しかも9が狼だって1カムって言ってますが自分神が通った時に、えー、グレーの縄、えー、グレーに届く縄って2縄なんですよ。わかりますかそしたらグレーに届かせる縄って2縄で7番さんの白が落ちているじゃん。村視点確定白が落ちているじゃないですか。 2が破綻してああ9が破綻するから7が確定白になるもうこれで気づけますよね1貫だら9-6視点で勝ち筋がないんですよ6視点で勝つのは自分の心を下げることなんですよマジでこれは8番さんに理解してほしい頼む本当に6いって4番のプレイヤーは発言してくださいまず大前提としてこの村は2番さんを釣ったわけ初日に ってことは、2番さんを新規り進行したんでしょ ?2 番さん自身は自分で釣ってほしいって言ってたよね。地釣りを飲んでた。これを真に見てたの。新規り進行でしょで、まず4番の、えー、考察がよくわかんなかったって、8番さん言ってたかな言ってたと思うんだけど、えっとまあ、4の考察がよくわからないっていうよりは、2がどういう意図で釣られに行ったかがわかんない。どっちかというと、真。 と考えられない。白が出てる以上、だから私があの発言順で私が最初だったでしょだからパニクルのは普通なんだよ。んで、まあここで考えられるのは18か96かなって思ってる。まあでも2の新切り進行を捨てるはずだから、えー、っとって考えると、えー、っと、やっぱ96の2狼で1番3シンってのあるかな。 うん、で9番さんはやっぱシンプルに破綻したから降りたっていうふうに考えていてもで9番さんはさ、えっと、6番さんいわく、えっと、9がもし狼なら、えな、っ、ら、と、1番神に行くって言ったけどでも9番さん目線ってさ2番さんがさ白なの分かってるわけよ2番さんが白なのだからそれをミスミスさあの占いローラーを、えっと、止めるようなことをするはずがないんだよねましてや降りたりしないと思うんだよねっていうところ。 えー、だよねうんまあで昨日、えっと、6番さんが9に行かずに1位をいこうとしてたけどもこれ完全に LINE だよね6級の LINE だよね。っていうところから、まあ、1番さんは普通にシーンで6級に狼で、えー、2番さんは、えー、自分がつられに行った、えー、でこの村は新規り進行してるからもう強靭っていうふうに決めてもう今日6でいいと思う。投票を始めてください、はい 二回コード捨てねえよ。そんなに似てる声。六番のプレイヤーが選ばれました。声撃にしない G.G. ゲーム終了。人狼の勝ちです。 <laughs> 2回行動してねえよ <laughs>。そんなに似てるマジ、まあ、?9 は釣られに行ったんじゃないま釣、あ、られに行くとしても降りる必要なかったと思うけどな。普通に破綻しててーって感じでいいと思うけどな <laughs>。喧嘩すしてる喧嘩すしてるけど。お互い。8やナ7やばい言うてるけど。 GG まあ仮に7が強靭だとしたら実利飲めばいいからねま <laughs> お疲れ様です g g グッドゲーム